はい、皆さんこんばんは。ワドツでございます。昨日の夜飯をね3人前ぐらい食べたんだけど寝れませんでした。なんか最近激太りしてて、ご飯食べても食べてもお腹満腹にならないんですよ。逆にその痩せちゃう時はなんかご飯いくら食ってもご飯お腹が減らない。だからもうずっとご飯食べないでずっと体重減り続けるっていう、なので今日はちょっと体調が悪いんで一枠だけにしようと思ってます。申し訳ありません。よろしくお願いします。爆弾さんいらっしゃい。タバコ吸うわ。仕事終わって帰ってきて、あとですねちょっと皆様に正式にご報告がありまして、リスナーの匠さんがですね今後和道のマネージメントをやっていただくことになりましたので、正式にマネージャーとして活動していただけるということなので、今後とも、和道匠一同よろしくお願いします。匠さんは今動画職人をやってるんですけれども、いろいろと匠さんが和道をバージョンアップさせてくれると思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。マネージャーです。でね、なんかね家に帰ってきたら、そうそう昨日ヘッドホン天城不開封枠やったんだけど、また届いてるんですよ。ほら2つも。これなんだと思う？みんな全然わかんないんで、ちょっとじゃあこの今回2つ同じような袋で2つアマゾンから届いたので、多分リスナーさんからだと思うんですけど、まあリスナーさん以外ありえねえよな、アマゾン自分で、今美容室でずっとタバコ吸えないので羨ましい。マジか、髪の毛切ってるんだ。じゃあアンケートを取ろうと思います。アンケート取ります。よいしょ。皆さん、今回のギフトの中身は何だと思いますか？じゃあですね、今から開封するんですけれども、皆さん予想を書いてください。今回のプレゼント何だと思うか、ちょっと予想書いて。予想何でもいいよ。この袋が2つ届いたんだけど中身が見当もつかないので、今回何だと思う？アマゾン2つ袋が届いたんですけれども、この2つの天城譜何だと思いますか？中身。アウトロさんいらっしゃい。はい、リカちゃんいらっしゃい。アマゾンギフト届きました。洋服？洋服ではないぞ。このサイズで洋服はありえないだろう。あ、でもまあ、洋服関係、小物とかかな。洋服。はい、ワドツ。皆さん、今回のプレゼントの内容、書いてみてください。予想。洋服。あと何がある？この大きさだよ。この大きさで2つだよ。この大きさで2つ。なんだろう。何かな？全然、札束。おー、いいね。札束。札束。かっこ現金にしましょうか。アマゾン現金送れないでしょうか。現金。後ろのスライムはね、景品で当てました。あとはなんか可能性あるの？思いつくのある？みんな。重さは結構軽め。結構軽め。で、これくらいの小さい封筒が2つ届いた。CD が DVD。なるほど、それあるな。CD、CD、DVD ね。なるほど、なるほど。それいい線ついてると思う。なるほど。DVD。また PC 関係？パソコン関係。じゃあ、これくらいでいこうか。パソコン関係。どうなんだろうな。下着か。下着も入れとこうか。下着。こんなもんか。可能性があるとしたら。神田匠ってなんだろう。神田匠さんいらっしゃい。
本当に初見ワドツ、ちょっと意味が分かんないかな。で、これね、送り主なんだよ。数珠とかしようか、お払いグッズ、お払いグッズ、お払いグッズね。よし、じゃあこんな感じで皆さん回答を書いてください。 Amazon のギフトの中身は何だと思いますかという質問です。1番洋服、2番現金札束、3番 CD、4番 DVD、 5番パソコン関係、まあ、パーツとかも含めて、6番下着下着はあり得るかな。で、7番は心霊配信で心霊現象起こりまくってるんで、お払いグッズ。はい。この中から選んでください。これが2つ届きました。ちなみにですね、これ送ってくれたのはノンタンですね。ノンタンが2つ送ってくれました。なんだろう。謎です。なんだろう。じゃあ、結果を出しますよ。はい、結果。ほうほうほう。洋服 11%、現金 11%、CD はないと。下着の線濃厚。あー、彼女だからね。パソコン関係やっぱ根強いね。お払いグッズ。うん。OK。まあまあまあ、想像できるのはお払いグッズとパソコン関係か。じゃあ、結果消します。じゃあ開封しちゃう？開ける？もういいの開けて。もう開けちゃっていいの？早くね？行く？じゃあ開けようか。彼女からのプレゼントだからな。行きまーす。下着か。はは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 は。あ、マジか。あ、そう。え、ということは、こっちも、だ。あ、なるほど。もう一個も開けます。おぉ。あー、うん？ん？どういうこと？あ、うん。おぉ。あ、手紙が入ってる。メッセージ。のんたんからで、ギフトをお楽しみくださいというメッセージが来ました。ギフトを楽しんでくださいというメッセージ付きです、今回。いや、ちょっと笑うわ、これは。こっち側にもメッセージ入ってるかな？こっち側、ギフトをお楽しみください。はい、のんたんありがとう。なんだろうね。あ、ちょっとね、俺が大好きなやつだよ。いくよ。これ見たことあるでしょ、これ。これ見たことあるでしょ。うん。うん。アマゾンから。しかも二つ。ほら。これどっかで見たことない？みんな。これどっかで見たことあるでしょ。ここにあるやつだよ。もう4個溜まってるから、ほら。4個溜まってるから。で、これ1個5000円なのね。だから、1、2、3、4、4つだから、いくらだ？ 5000 円の4だから2万円？ 2 万円分今溜まってるんですよ。で、さらに2つ届いた。じゃあ今度金額案件、金額案件はいっか、別に。多分これ5000円だから。じゃあ俺見ないでみんなに見てもらう？俺が見るんじゃなくて、みんなに見てもらう。オッケー、それで。オッケー、行くよ。二つあるから。オッケー、行くよ。開けるよ。うん。いくら、みんな。みんないくら？いくらになってる？俺見てないから。いくら？見えない？ちゃんと開けるか。あざまーす！あざまーす！ありがとう、のんたーん。あざまーす！
わ、すげえ。え？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 手切れ金？え、なにこれ？ちょっと、え？どういうこと？ありがとう。え？これ、間違えたんじゃなくて？間違えてるでしょ、これ。なんで1個5000、え？しかも、え？ 5万5000？いや、うわ、すごいね。よくこの順番で引き合ってたね、俺。5000円からの、5万円。うわー、ありがとうございます。え、いいのかな？ありがとう、ノンタン。うわ、すげえ。え、っていうことは俺今いくらになってんの？さようならって何？え、どういうこと？どういうこと？え、ちょっと待って、さようならってどういうこと？え、何何何？怖いんだけど、怖いんだけど。え、手切れ金なの？マジで。え、手切れ金なの？え？俺振られた？え、お別れなの？これ。ちょっと待って。え、電話しようかな。え？振られたの？俺。俺振られた？振られたかどうかアンケートおります。これは、手切れ金ですか。じゃあ、はいかいいえで答えてください。5万5000円っておかしくね？はい。いいえ。いや、俺、まだノンタンと付き合ってたいんだけど。うん。俺、まだノンタン、電話する？ちょっと、とりあえずアンケート取って結果見ようか。じゃあ、行きまーす。マジで？嘘。手切れなのかな？ちょっと、聞くよ、俺。電話するよ。え、ていうか、なんでこんな高額くれたんだろう。何があったのか、ちょっと電話するわ。うん。電話するわ。え、何があったんだ？普通、女の子から手切れ金払う？まあ、ないよな。でも、ちょっと高額すぎてなんだかわかんなくない？ちょっと高額すぎてなんだかわかんないから、話は聞いてみたくない？今、LINE 送ったから、返答待ち。何なんだろう？何があったんだろう？いや、LINE が既読にならないね。え、ちょっと金額がでかすぎて怖いんだけど。過去最高額じゃない？うん。いや、誕生日じゃない。誕生日じゃない、今日。今日出会って1ヶ月の日だ。今日俺とのんたんが出会って1ヶ月だ。そうだ。先月のオフ会に初めて出会ったから。うん。なんだろう。LINE が既読になんないな。そのお祝いかな。多分今日出会ってから1ヶ月だから。え、どうしたんだろう。ちょっと待って。うん。もう電話かけるか。なんか LINE が既読にならない。あれ？なんだろう？ LINE が既読になんない。えへへ！ガツ手切れ金？嘘！え、こんな終わりとかあんの？え？え？ガツ手切れ？ LINE ブロックされた？俺もしかして。え？嘘でしょ？え、俺終わりなのかな？これ。嘘でしょ？いや、連絡つかないんだけど。手紙は、
手紙はだからギフトをお楽しみくださいだったね。あのあれだよ、あのアマゾンにメッセージ、え、手切れ、ブロック、彼女のツイッターが怖い。え、何、彼女のツイッターってなんか更新されてた。え、なんだろうこれ、別れ、俺こんな形で振られんの。え、俺彼女のためにディズニーランドのチケット用意したばっかりなんだけど、嘘でしょ。え、俺ディズニーランド一人で行くの。いや、だって俺枠開くときに連絡したもん、ギフト開封枠やるよって。で、匿名じゃなくて私からって言っていいよっていう LINE が来て、で、この枠開いて5万円だ、すげえ、電話しようって言ったら繋がんなくなったんだよ。いや、だから枠開く、だから10分前までやり取りしてたんだよ。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、なにこれ、超嫌なんだけど。スタンプ送れるか確認、スタンプ送ればいいの。スタンプね、ちょ、今送ってみるわ。スタンプ送ってみます。でも昨日和道のグループライン抜けてたんだよ。だから何があったのってなってたんだけど、和道のグループライン抜けてたのね、彼女が。え、どういうこと、どういうこと、マジで怖いんだけど。いや、スタンプ送れるけど。え、なんで怒られたの？スタンプは送れた。ただ既読になんない。え、なになになに？え、なになになに？もう超嫌なんだけど。え、なにこれ？え、ちょっと待って。え、どういうこと？こん、ツイッター見てみるか、彼女の。いや、怒られ、怒ってないよ、これ。ツイッター見ます、彼女の。え、嫌なんだけど、俺こんな終わり、こんな終わり方嫌なんだけど。え、これマジで終わったの俺。ちょっと待って、俺マジで振られた、何これ、終わってないよね、なんだろう。え、俺ディズニーランドのチケット、スタンプをプレゼント、俺課金してないからプレゼントなんかできないよ。どうやってやんの、プレゼントって。スタンプ、スタンプをプレゼントって何？え、やり方わかんないんだけど。え、いや、だって連絡取れないんだよ。何これ。え、ちょっと待って。すげえ嫌なんだけど、俺。何この感じ。普通に喜びたいんだけど。なんか、ギフト5万5000ポイントなのに全然喜べない状況ってなかなかだよね。うん。え、何これ、超嫌なんだけど。え、俺今から行こうかな。普通別れるとき金渡さないだろう。え、じゃあなんで既読になんないの、なんで電話出ないの、おかしくない。え、俺今から行った方がいい、彼女のところ。え、でも俺昼間まで、え、何これ、え、何これ。今すぐ行って抱きしめてあげる。行くか。ちょっと。いや、台本じゃねえってよ。俺も困ってんだってよ。本当に違うんだって。確認できないこともある。いや、でもまあ、出会って1ヶ月だから、何最低って。台本じゃないって。台本の流れじゃないでしょ、どう考えても。じゃあ、もういいよ、もう。もういいわ。うん、なんだろう。どうすればいい、この。とりあえず、今回のギフトは、とりあえずギフトは一回閉めますね。5万円と5千円です。ありがとうございます。すげえな。しかし。寝てるかな？いや、違うんだよ。ぶっちゃけだからさっき電話してたんだよ。で、なんで思い当たるところがあるかっつうと、なんか、減らってたの、すげえ。減らってたの。で、
なんか、あの、プレゼント送ったからって言ってもなんか、なんで怒ったの私のことみたいな。で、怒ってないよ、怒ってないよって、いや、怒ってたじゃんって言って。で、なんか、すげえ落ち込んでたの。で、ディズニーのチケット用意したから今度行こうねって言っても、みたいな感じだったの。超絶減らってたんだよね。いや、怒ってないって、俺。俺、怒ってないよ。へら、いや、で、気度、なんこれ。ちょ、マジで嫌なんだけど。怒ってないよ。ちょっと待って、マジで、シャレになんないんだけど。いや、喧嘩してない、してない。なんで出ねえの？じゃあ俺めっちゃ眠いんだけど。もしもし。いや、ごめんなさい、するわ。ちょっと待って。じゃあなんで怒っ、あー、顔面麻痺になってきた。なんだよ、これ。なんで既読になんないの？いや、だから出ないんだって。何これ？すげえ嫌なんだけど。え、何これ？何これ、マジで。何なんだろう。どうしよう。だ、怒ってないっつうの。何にも怒ってないよ。いや、俺。手足押さえつけたりするのは良くない。そうそう、パンのシール届けるとかそういうやつ、それで怒ってたの。どうしよう。どうしよう。今から行った方がいいかな。俺、明日仕事なんだけど。いや、パニックになるでしょう。野菜さん足りなかったかな、俺。行った方がいいか。あ、行くわ、ちょっと心配だから。仕事な、そうだな。彼女心配だわ。ちょっと今から行くわ、じゃあ。いや、パンのシール。だから、リスナーさん、俺がパン食ってたの。アップルパイ食べてた時にパンのシール欲しいって言われたから、家に近くに住んでるんなら届けてあげるよって言ったら、なんか浮気だって言われて。で、浮気じゃないよって怒ったの。怒ったわけないんだよ。注意したの。いや、そんな浮気じゃないよ、つって。それで、なんか、減らってた。パンのシール欲しかったのかな。どうすりゃいいんだろう。どうしよう。もう全部が全部よくわかんないんだけど、パンのシールが浮気だっていうのもわかんないし、5万5000円もわかんないし、連絡取れないのもわかんないんだけど。参ったな。なんだろう。とりあえず寝るわ、俺。明日仕事だし。あ、いいや。寝るわ、とりあえず。とりあえず寝る。とりあえず寝るわ。とりあえず寝るわ。寝よ。寝よ。とりあえず寝よ。そうしよう。寝た方がいい。寝よ。寝ます。行った方がいいのかな？でも俺眠いし、すげえ。俺すっげえノンタンのこと大事にしてるし、けど眠いし。寝るわ。寝る。いや、もう眠い。寝る。寝るわ。ノンタン、愛してるよ。
いや、寝る寝る。普通に寝る。もう。もう、寝る。うん。睡魔には勝てないから。うん。うん。とりあえず、ノンタンのことは、世界一愛してるけど、俺は寝る。うん。いや、俺は寝る。正直もう寝る。眠い。正直俺は眠い。行かない。とりあえず、まあ、放送終わったら電話してみるわ。一生寝とけ。眠いんだもんだって、うん。お前らもそういう時あるだろう。どうしてもやらなきゃいけないプロジェクトとか、どうしても提出しないといけないレポートがあるんだけど、眠い時寝てきたろ。俺と一緒だろ。うん。うん。寝ようぜ。眠い時もあるよ。うん、だから俺は、のんたんのことを愛してるけど、世界で一番愛してるけど、今日は、出会って1ヶ月目の記念日だけど、俺は寝る。うん。うん。のりこって言わないでください。のりこって言わないでください。次、のりこってコメント打って全員 NG ぶっ込むかな。うん。のんたんです。のりこってコメントやめてください。やめてください。やめてください。飲んだんです。まあ、ちょっと、そんな感じだわ。ちょっと、よくわかんない展開だわ。うん、展開が2点3点してるわ、うん。展開が2点3点してるわ。乗り昆布って言わないでください。はい、じゃあみんなお疲れ。うん、みんなありがとう、来てくれて。どうぞ、彼女が心配なんで、寝ます。寝れるかな、俺。俺寝れるかな。彼女が心配すぎて寝れるかな。不安になってきたわ。めっちゃ不安になってきたわ。寝れるかな、俺。うん、いや、寝るわ。マジで寝るわ。ちょ、本当に疲れてんだわ、俺。だって、俺が体調不良になったら困るの、のんたんだから。俺の元気がなくなったら一番悲しむの、のんたんだから。俺にもしものことあったらどうすんの？お前ら。俺にもしものことあったらどうするの？な？寝よ。そうしよう。ここは寝るのが一番いい手だから。うん、はい。じゃあ皆さんお疲れ様でした。いやもう無理無理無理。プライベートが一番だから俺。俺はプライベートを一番大事にしてるから。じゃあということで、今回の、プレゼントの報告です。今回の Amazon ギフトは、のんたんさんからアマギフでした。Amazon ギフト券 Amazon ポイント5万5000ポイントでした。ありがとうございました。ありがとうございます。このポイントは命がけで守るから俺、うん、このポイントは命がけで守る。誰にも渡さない、うん、じゃあおつでーす、うん、あー大事にするわ。のんたんの次に大事にするから、これだけはのんたんの次に大事だから、うん、のりこ、愛してるよ。ああ、のんたん愛してるよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。